どうも、ハイチーです。今週はカット編集なし。で、ちょっとだけ話します。はい。あの、みんなに伝えたいことを言うだけで終わるんで、聞いててください。で、何かっていうと、お疲れ様。よく頑張った。ね。7月の末。で、先週さ、動画撮りましたけど、この1週間めっちゃ大事って話をしましたけども、もちろん、うん、頑張れたっていう方もいれば、多少後悔が出てる方もいるかもしれない。もっと頑張れたなとか、やればよかったなって。でもね、きっとだよ。この動画見てる方。 特にさ、うちのさえ、動画見てくれてる方、ユーザーの方は、ほとんどがそうだと思ってんだけど、努力ゼロの方はいないぞ、うちのチャンネル。みんな後悔してるかもしんないけど、努力ゼロじゃない。何かしら頑張ってるから。いいだから、もちろん後悔があって、ね、もっと頑張れたかもしれないと思う気持ちは大事だ。それを成長にしていこう。成長の糧にしていってほしい。でも、何かしら頑張れてる限りは、自分に対して、ねぎらいの言葉、お疲れ様よく頑張ったなって。 いう気持ちは大事にして。それをまず言いたかったの。みんなに。だって頑張ってんだもん。だからお疲れ様。ね。その気持ちをまず受け入れた上で、8月も頑張っていこう。それが大事だから。それが1個。で、もう1個だけ。それは、あの、時に受験生の方そうなんだけど、毎日勉強やってる方多いと思うの。で、頑張れば頑張るほどさ、自分が前に進めてる気がしなくなってくるのよ。そう、わかんなくなってくる。もうずっと停滞して、周りばっかり勉強できるようになってる気がしてくるんだけど、そんなことねえぞ。 そんなことないんだよ。だって努力してる限りは、絶対にできなかったことができるようになってる。レベル上がってるんだから。そう。でもね、周りがどんなにそれを言ったとしても、自分でそれを実感しない限りは、なかなかメンタルが持たなくなっちゃう。だからいつも言うけど、寝る前に、いいかい寝る前に、その日、頑張ったこと、そしてできるようになったこと。俺は勉強以外もそうだよ。運動頑張ってる方もそう。 今日はこれをできるようになったなって。これがレベル上がったんだなって。自分がちゃんと前にある、あと、あと、歩みを進められてることを確認してから寝る。その癖をつけてください。それができると、夏休み、力強く前に進めていけるし、特に受験生の方は夏休み終わった後だよ。もっとしんどくなるよ、メンタル。もうその時に、自分に対してよく頑張ってるなって、大丈夫だよって、言うことができるかどうかは、 その自分に対して前に進めてるっていう実感が持てるかどうか、そこがすごく関わってくるので、その二つ、覚えておいていいかいまずは頑張ったろ頑張ってない子はいないからそれが伝えたかった。そしてもう一個は、毎日日々のその前に進めてることをちゃんと確認してね、そこ忘れないでねっていうのを伝えたくて、この動画撮らせてもらいました。はい ということで、ここまでね、お付き合いいただきありがとうございました。8月も同じように撮っていくからね、また来週何か喋っていくので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では、まずしつこいけども <laughs>、7月本当にお互いお疲れ様でした。8月もよろしくね、お互い頑張りましょう。それではまた来週お会いできたらと思います。またね、バ,バイバイ。